はい、ありがとうございます。先ほどまでは鈴木さんが通信系の企業の後何をしていたのかっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、この動画では今何をしているのかっていうところをお伺いしようかなと思ってまして、具体的になんですけど、改めまして今どこで働いてらっしゃるかお聞きしてもよろしいですか。はい、現在はシャプラニール市民による海外協力の会という国際協力系の NPO 法人、NGO で勤務しています。なるほど。実際シャプラニールって結構動画でお聞きすることも多いんですけど、シャプラニール何してるところなんですか。シャプラニールは、はい、主に南アジアのバングラデシュとネパール、そして日本国内で社会の仕組みから取り残された人たちのための活動をしています。なるほど。具体的には児童労働の問題、はい、世界には児童労働に従事している子どもたちが本当にたくさんいるんですけれども、バングラデシュとネパールも例外ではなくて、両国において児童労働を防ぐ、削減するための取り組みをしています。あとは防災の取り組みとして、コミュニティ防災の強化であったり、地方行政の防災力の強化というところを両国で取り組んでいます。なるほど、ありがとうございます。で、実際何をしているのかというところをご説明いただいたんですけど、鈴木さんが働かれた部署みたいなところってどういうところなんですか。私は入職後ネパール事業を担当しておりまして、当時ネパールでは、現在もなんですけれども、コミュニティ防災の事業、具体的にはネパール雨季になると水量が増えて、はいはい、川が氾濫してしまう、はい、周辺の家屋であったり田畑が流されてしまうという課題がありまして、はい、そこで特に洪水が起きやすい地域において、一つの川ですね、河川を選定して、その流域を一括で水害に強い形になるように、インフラの強化というところと、あと周辺に住んでいる住民の方たちの防災意識を高める、うんうん、かつ、まあ、地方行政の方でも防災計画の策定であったり、きちんと対策のための予算を取ってもらうという働きかけを行っていまして、うんうん、まあ、その事業を主に担当していました。なるほど。実際なんですけど、川の氾濫を止めるってどうやって止めるんですか。壁を高くするとか。具体的には堤防を構築したりだとか、はい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 、川に歩行者用あるいは車両が通るための通路を作ってこう整備をしたりだとかいうことを行っていまして、これは日本の専門家の方に実際に現地の方に来ていただいて助言をいただきながら、現地のパートナーと協力をして構築をするということを行っていました。あ、なるほど、理解です。そうなるとシャプラニール自体のプロジェクトでプロジェクトはできますと。で、そこに防災に対しての専門家を入れて、そのプロジェクトを現地で遂行していくようなイメージでやってらっしゃったんですかね。そうですね。基本的に現地で何かプロジェクトを行う場合は、シャプラニールと現地のパートナー NGO 団体というのがいまして、うん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 、共同でプロジェクトを進めていく形になります。ああ、そういうことなんですね。ちなみに現地の NGO を入れている理由って何かあるんですか。シャプラニールが大切にしていることの一つとして、現地の方たちが自らの力で課題を解決して行動を起こすというところを目指しているので、そういった意味でも現地のパートナー団体との共同する体制というのは個人的にも理想だなと思っています、うんうん、なるほど。確かにおっしゃる通りで、例えばシャプラニールが自主的に進んでたとしても、シャプラニールがそこから撤退したとしたら、それが継続されるのかというとまた別問題っていうところがあるから、同じ現地の NPO とか NGO を入れて一緒にやると。そうですね。一緒にやることでシャプラニールが撤退した後もそこは継続して回せるようにするというようなイメージですかね。そうですね、うん、なるほどね。ちなみにそこのプロジェクトのところでうまくいかないこととか、これは大変だったなってことなかったですか。いろいろと課題はつきものなんですけれども、うんうん、先ほどお伝えした通り、インフラの構築っていうのももちろんあるんですが、うん、本当の意味でのコミュニティ防災というのは、インフラを作るだけではなくて、それをいかに住民の間で、あるいは地方行政の方で維持管理していくかというところと、普段からの意識を変えていく。例えば雨季になったら洪水のリスクが上がる、うんうんうん、でそのリスクが上がった時にいかに早く周辺の住民たちに連絡をしていけるかというシステムの構築であったりというところも重要になってくるので、そういった啓発をするというところも事業の活動の一つでしたし、それをやるためにコミュニティ、その周辺の住民の中で防災管理委員会というのを作ってもらって、そこで定期的に集まりを設けて情報交換をしたりとかっていうのをやっていたんですね。まあ、やはりその中
中でこうなかなかうまくいかないっていうことも出てはくるんですけれども、次第に住民たちの間でも意識が浸透していって、うんうんうん、地方行政の方も動いてくれるようになってっていう成果がありました。なるほど、そうなんですね。ちょっともう一点視点変えてお聞きしたいなと思ってるんですけど、シャプラニールって認定 NPO じゃないですか。で NPO って基本的にファンドレイジングってすごく重要なファクターだと思ってるんですけど、ファンドレイジングとかはどういうふうにされてらっしゃったんですか。ファンドレイジングは今現在私が担当しているお仕事というのが主に支援者の方の窓口ですね。あ、そうなんですね、はいはいはい、シャプラニールは本当にたくさんの支援者の方に支えられていて、会員であったりマンスリーサポーターであったり、はい、定期的に寄付をしてくださる方たくさんいらっしゃるんですけれども、市民の方の協力で活動が成り立っているというのがあります、うん、ですのでそういった意味でファンドレイジングというのは本当になくてはならない存在で、うん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 、それに対して取り組みを日々続けているという。なるほど、ありがとうございます。で今具体的にされてらっしゃるのがファンドレイジングをするときに支援者の方の窓口っていうところなんですけど、そこはじゃあ日本で今活動されてらっしゃるということですね。そうですね。実際そこって具体的にどういうことをするところなんですか。具体的には多くの支援者の方がいらっしゃるので、ご寄付をいただいたり入会していただいたりといったところでの手続きであったりとか、ここ数年毎年マンスリーサポーターの募集キャンペーンというのを数ヶ月間にわたって行っていまして、そういったキャンペーンの企画運営ですとか、あとは支援者の方を対象にしたり、あるいはシャプラニールのことを初めて知る方でも参加いただけるようなオンラインの講座、例えば国際協力入門講座とか、はい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 、あるいは活動の報告会というのを企画して運営するというお仕事もしています。なるほど、今は対面で集まれないから、そうですね、どうしてもズームとかでやらざるを得ないですね。少しずつ対面とオンラインを組み合わせてという取り組みも始めてはいるんですけれども、ここ2年を振り返るとやはりほとんどがオンラインでの開催でしたね、うん、なるほど。ちょっと基本的な質問してもいいんですか。会員とマンスリーサポーター、これって何が違うんですか。会員の方の場合はシャプラニールの場合正会員、参助会員、団体参助会員といういくつか種類がありまして、はいはい、正会員の場合は総会での議決権というのがあるんです、ね、何それ。そうなんだ認定の病院法人の場合こう毎年1回必ず総会を開催するんですけれども、はいはいはい、そこで会員の方に参加していただいて、そうなんだ、活動報告であったり活動計画っていうのをお伝えして、それに対して意見をいただいたりっていうのがあるので、そこでの議決権があるというのがあります。じゃあそれは年会費ですか。会員の場合は年会費で、マンスリーサポーターの場合は名前にもある通り月々ご支援いただけるという制度で、月々1000円からご支援いただけます。なるほど。じゃあそれを踏まえた上でシャプラニールとして鈴木さんが今後どういうふうにしていきたいかみたいなのって何かあったりしますか。いろいろあるんですけれども、一つは名前にもあります通り市民による海外協力っていうのを大切にしている団体なので、はいはいはい、実際支援者さんと直接関わることができる担当になってからさらに実感しているんですけれども、シャプラニールの活動というのは市民の方に本当に大きく支えられていて、今ご紹介した会員マンスリーサポーター寄付者の方以外にも、例えば物品の寄付をしてくださる方、捨てない生活という取り組みをしていて、はいはい、例えばお家で余っている未使用のハガキとか使用済み未使用の切手であったり、お引越しするときに片付ける本とか、そういったものを寄付していただいて、それを換金して活動の資金に充てさせていただいているんですね。そういうことか。あ、でもそっちの方が全然いいですね、はい、例えば物をもらうじゃないですか。物のまま寄付してしまうと向こうにとってはいらないものもあげちゃう可能性があると、うん、だからそれを金額に変えてその金額を使うっていうような形なんですね。そうですね。あ、面白いですね、はい、なるほどなるほど。じゃあそこはシャプラニールに勤めてらっしゃる鈴木さんの立場での将来ですよね。個人的なところではどうなんですか。今ご紹介したところにつながってくるんですけれども、うんうん、こういった市民の方による国際協力っていうそういう協力の輪というのをどんどん広げていきたいですし、今後新しい取り組みもしていきたいなというのを感じて日々考えながら活動しています。あとちょっとまだお伝えできていなかったんですけれども、シャプラニールフェアトレードの取り組みですとか、はいはいはい、昨年から日本国内に住んでいる在住外国人の方へのアプローチというのも始めていまして、うん、ニーズがあるけれどもなかなかアプローチできていなかったところっていうのもいろいろとあると思うので、そういったところで何か新しいアイデアを出していけたらなというふうに個人的にも思っています、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。概要欄にシャプラニールのリンクは載せておきますのでご確認いただければ
ければなと思います。じゃあちょっと最後にお聞きしたいんですけど、今国際協力とかで興味はあるけどまだ行動できてない人たちに一言アドバイスするとしたら何ですかね。国際協力と聞くと結構敷居が高いと感じる方も多いかなと思うんですが、実はそんなことはなくて、今ご紹介した通りお家にある不要なものを寄付するですとか、シャプラニール、そういったこう寄付していただいた物品を仕分けるっていう作業をボランティアの方にお願いしていて、ボランティアという形で関わるという選択肢もあったりしますし、フェアトレードを生活に取り入れるとか、本当にいろいろな方法があるのでぜひご自身の中で一番やりやすい方法でまずは一歩踏み出していただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日はですね、国際協力の中でもシャプラニールで活動されている鈴木さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。